平がスローインを入れる。一旦戻して左足のクロスが入ってくる。跳ね返されます。小倉が取って右足シュート、ゴールキーパー抑えました。阿部翔平です。横谷と接触がありました。そして横谷にイエローカードが出されています。まあ、遅れて行ってしまいましたね。はい、河本へ前線狙ったボールが抜けます。さあ入れ中江坂の左足のシュート、ワンバウンドでゴールキーパー抑えました。いや、山本ねしっかりカバーしましたね。でも江坂の今のランニングですよね。こういうランニングで甲府のブロックをこじ開けることは絶対必要ですからね。堀米へのボールは通りませんでした。大谷が縦に入れます。大前、大前が一人かわしてホイッスルが鳴りました。カードが出そうです。こういうプレーですよね。ここでしっかり突破できますからね。甲府の新井に対してイエローカードが出されました。縦パス、ここはカットしましたがバンフォーレのファールを取られました。そして阿部翔平にイエローカードです。ゴール前のボール高さがありますがジャストミートしませんでした。山越ですかね、高さありますよね。江坂から一旦左サイドバックの大谷へ。さあ高い位置でボールを奪った。さあ堀米前向く、ミドルシュートですか、左足のシュート上がっていった、わずかにポストの左。いや今ね、新井のいいカットからね、はい、しっかり前向いてコース狙いましたけどね、若干ずれましたかね。さあウィルソンへのパス、通ればチャンスになる。ダブルトラップ、エリア中に入っていくが倒れましたがファールはありません。ファーストタッチまでは完璧だったんですけどね、その後の持ち出しのところで大きくなってしまいましたね。胸トラップまでは良かったんですが、その後蹴るのは左利きの兵道。ゴール前のボール転がっている、がなりました。 PK ですかね。さあペナルティーキックのチャンスを獲得しました。ワンフォーレ甲府 PK のチャンス獲得です。ブルジャがブルジャにイエローカードが出ました。ウィルソンを抱え込んでしまったんですかね、ウィルソンに対してのファールです。前回外した悔しさをこの場面にぶつけます。甲府1点先制。後半24分、ペナルティーキック、ウィルソンがこの試合は確実に決めました。いや、この PK は本人にとっては相当プレッシャーだと思いますよね。一発目、前節、二節目ですか、外してますけれども、はい、それをこうメンタル的に打ち破っての、まあ、見事なゴールでしたね。さあセカンドボールは小倉が拾った。右サイドフリースペースで松橋が持っている。さあ3対3、松橋が持っていきますがボールを取られました。すぐさま小倉がチェイスに行きますがホイッスルが吹かれました。そして小倉にイエローカードが出ます。1点リードのバンフォーレ甲府、ここで長いホイッスルが鳴りました。1対0、甲府が今シーズン初勝利を挙げました。大観衆の前でホーム山梨中銀スタジアムで見事バンフォーレ甲府初勝利を挙げました。